回も S プラスで頑張ります。はい、皆様どうもこんにちは、おわたぴーことガルナーです。侵略スプラトゥーン S プラスで頑張る、終了。みんなただいまよし、今日からまた S 隊で頑張ってやっていくぞあ、悲しい。よし、ガチエリア箱フグ倉庫やっていきましょう。さあ今回はみんな大好きゾンビローダーです。というわけで、ドラコラを使ってやっていくわけですけれども、なんか最近さエリア多いよね。なんか統計的にもなんかエリアヤグラエリアホコエリアヤグラみたいな、そんなのがすごく多いような気がしてならないんですけど、まあそんな雑談してるうちにね、まあ一発ね、まあやられてしまったわけで、まあ向こうのカーボンにはちょっと気をつけていきましょうね。さあどこだ、カーボンどこだ、いたよ、オッケー。さあカーボンを倒してまたエリアを塗っていこう、塗り意識高めていこう。そう、私は平和なね、平和主義のおらーこの野郎平和主義っつってんだろ、やってんじゃねえしょうがない、しょうがない、向こうだって必死なんだね。斧が平和のために必死に戦ってんですね。じゃあ私はビーコン職人になろう。さて右からやってきてる人がいるから、左側が停止な気はするけれども、この車線ちらつかせているやつは放置していいでしょう。じゃあ左側にビーコンを設置しに行きます。パラ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 、よし。さあ、ダイオウが溜まったところでどこで生えていこうかな。カーボンがそこにいる。もう一発やれないかな。どこ行ったかな、どこ行ったかな。あれ、あー、トムネード見えない、いたー、オッケー。さあ、そしてバリアを分け与う持ち的な職場ですね。さあ、今日ちょっと噛んでるぞ、大丈夫か、序列が回っていないぞ。こっちの方から行ってみようか。へい、あ、いた、あー、ごめんなさいあ、でもいいんですか、残り10カウントしかないのに、そんな右側から悠長に攻めていいんですか。さあどうだろう、あ、終わった。あ、なんだかんだ今右通路に入ってなんかわちゃわちゃしてたのは良かったのかもしれないんですねっていうね、こうちょっとね、ね、地雷的な立ち回りを好意的に捉えていくね、ポジティブシンキングでいきましょう今日はね。そう、今日のテーマはポジティブね。さあ3キルの3ですね。そうです、私が一番死んでいますが、その分ね、私が死ぬことによって味方が死なずに済んだ、そうポジティブにいきましょう、ポジティブにね。よし、じゃあ今日はそんな感じでやっていきたいと思います。さあガチエリアのアロワナモールにやってまいりました。さあこちらにはダイナモのバーンの向こうにはダイナモが2丁、なんだこのダイナモ天国は。やっぱりエリアはね、ダイナモ強いからね。さあというわけでまずは左通路から攻めていきます。いるかな、いなそう、あ、いるじゃん、いるから逃げます。壁塗って、何が来てる、ダイナモだえい、ダイナモ、ダイナモはこの辺にいれば問題ないです。へい、へい、あ、いなくなったかな。お、ダイナモさん仲良くやっていこう。お、いいね、そのメガホンナイスだと思います。さーてと、エリアは取られているけれども、そこのスクイックにやれない、んー、難しいな。さ、じゃあ大王でやります。どこ行った、どこ行った、いたー、ドン、オッケー。さーてと、続いて、おっと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 、危ない、エリアの中で生き残っちゃった。あー、やられるよねそれはね。さあというわけでナイスさん、ナイスビューンと飛んでって、まずは高台の下に行きます。さて、
ッケー、なんかやった。さあメガホンが飛び交うナイスな職場ですね。よし、じゃあ右チュール入ります。やっていきたいの、どうぞどうぞやってきてください。さあじゃあここまで塗り進めてビーコン置いて、さあこれで盤石の体勢ですね。さああとはここからワッシュしていきましょう。安全確認、オッケー、わっしゃい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 。さあ勝っていくぞ、安全確認、オッケー、わっしゃい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 。さあリアをどんどん確保していく。さあ、お、なんか来てるから、よし、じゃあ来てるんだったら、えい、なに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 、ナイスー、ラグイザナイス大丈夫か、通信環境 OK か。あー、イカだイカだ、イカが登ってきてるからこれは逃げます。ナイスナイスじゃないな。よし、吸盤があるからこれは控えておきましょう。大丈夫かな、いるかな、あれいない、降りたかな。オッケーオッケー、じゃあわっしょいわっしょい、インクがない、わっしょい、わっ、いってー、そっちにいたんかいそっちにいたんかい、自宅に入ってた。オッケー、さあ物語は、物語じゃない、拮抗している状態ですけれども、あ、いたね、ナイス、ラグいぞ、大丈夫か大丈夫か、優先か無線か分からんが、私は優先だ。よっしゃ、あ、来てるね。若干なんかチャージャーっぽい人がいた。スクイックリンだね。オッケー、ゴー。えい、もう一人。やる。あ、はい、こんにちは。待って、待って、ごめんやっちまった、すまんすまん、みんな仲間すまん、やっちまった、うわははは、こんにちはではないですよ。オッケー、行こう。さーてと、確保しよう、確保、オッケー。ダイナモさんが、あれー、それ当たるの、頭半分出してたかな、なんか、あれかな、頭の上部分だけなんかジョリッとやられちゃった感じかな、えぐいな、イカの世界は非常である。あ、ダイナモさんだ、ヘイヘイ、あ、タイミング早かった、やっちまった。あ、勝った、あ、すごい、なんかイカちゃん絶対絶命みたいなああ。はい、リザルトです、6キルの4ですということで、まあそうだね、うん、なかなかね、よく勝てたなって感じの試合ではありましたけれども、まあでも味方が塗り意識ね、割と高めだったのが良かったんじゃないかなとは思ってます。では次の試合に行きましょう。さあガチエリアハコフグ倉庫やってまいりました。よし、行くぞ、モノども行くぞ。さあ相変わらずね、ダイナモダイナモ、そしてカーボンにローラーと、やっぱりなんだかんださ、こう、ドンキじゃないね。ローラーはね、割と、まだ、ベスト帯には多いような気がしますね。さて、危ない。の、ね、スピックリンかな、まあ、倒す。そして、カーボンさんとは相打ちって感じかな。まあ、二人持ってったんだったら取れんじゃん。お、メガホンが飛んでる。いいね。よし、取れた、ナイス。よし、じゃあ取れたら、私はビーコン職人になろう。よいしょ。そこに、カーボンがいる。えい、潜伏 OK。潜伏ローラーは強いぞ。そして、スピンクリムやって、そしてもう一人、これは、やれるか？うん、やられた。あ、でも味方がね、3落ちまでやってくれたから、これは取れんじゃない？よし、じゃあビーコンに飛んでいきまーす。あれ、意外と塗りで負けてる？あ、勝ってる勝ってる。あれかな、向こうのダイナモが強いのかな。そういえばダイナモさん見かけてない、いたね、こんにちは。あ、ダイナモさん高台にいるね。コンテナーまでは来ないんだね。さあ、でと、負荷が溜まった、誰もいない。あ、スパーショーは倒す。そしてこんにちはとオッケー、あ、もう一人いた、ちょっと待って、おーやよ、お、あ、私の Q じゃない、おのれ、おのれじゃない、いいんだいいんだ、あの、別に軌道を競い合ってるわけじゃないからね。あのビーコンやりたいけど、ビーコンじゃない、あのスピードでやりたいけど、ちょっとダイナモさんがな、バシャバシャしてるかな、うん、おっと、メガホンが飛び交う、ナイスな職場、ナイスなのかよくわかんないぞ。
さあカウントリードナイス、むしろ負けてたのか。特にやることがない。よし、いい子もう一個置いて、どうする、どうするこれ、えい、ダメだ。いやー、やっぱりあれか、マーキングされている状態でスティッキーの前に出るのはカモでしたね。さあ次、危ない、吸盤が飛んできていた。ナイス、あ、いた。さてと、あ、スクイックリンだ。よし、スクイックリン、あれ、どこ行った、いたーいただったー。いやー、私もダイオウイカで確実に仕留めていくべきだったかな。微妙だな今のは。あそこでダイオウを吐くよりはね、うん、結局ね、スペシャル減少量ダウンね、つけてるんだから、とってもね、ダイオウイカを、ね、温存して、ね、これはね、ダイオウイカがどんどんなくなっていくパティーンですよ。良くないですよ、ジョーナさん。幸いビーコンは無事だったのでここに飛んでいきます。よいしょ、じゃあこれはちょっと裏行こうかな、刺さるといいな。もう誰もいない。あ、むしろなんかある意味エリアを込めて意味で刺さったかな。さあそしてカモさん、あなたはやる、そこにいるね、やった。あれ、私じゃない、味方やるじゃん。さあ、どんどん抜けるぞ、無意識高めでいこう。おっと、メガホンが飛び交う、ナイスな職場。今日は何回メガホンって言ってるかな。でも本当にメガホン多いね。あ、いた、スクイックリンだ。ビーコンバリア逃げます。あ、これはやる。あとなんかいるかな、上にダイナマがいるかな、ワッシュ一応大丈夫だ。カーボンがそこにいる、カーボンがそこ、どこにいる、逃げよう、わかんない、わかんなくなった時はとりあえず逃げよう、逃げて回復だ。そしてビーコンを置く、よし、オッケー、忙しくなってきたよ。さあどうだ、やることたくさんあるからね。うん、さーてと、さあ敵が3落ち、あれ意外といいんだよ。よし、じゃあ私はビーコン職人だろうね、あちこちにビーコンを植えて、そしてイカちゃんを貯めて、そして敵がね、やってきたところをこう打破していく、こんな感じでいいんじゃないんでしょうか。いたねー良くないですね今のは結局イカを生かしきることができなかった。シャレじゃないぞ、3落ちか、これは捉えちゃうな、しょうがない、うん、残業だね。家畜の朝は早い。さて後ろからエリア乗っていく、あれまだダメ、どこかにいるかな、いなそうだな、しょうがない、あ、いた、ごめんね、やる気はなかったの、なんかそこにいたから悪いの。さあエリアを確保して、うーん、でも残り10秒か。そしたらあれかな、カーボンさんにストーカーをされていた。でもいいのかい、私をストーカーしてね、あと3秒で試合が終わってしまうよ。はい、勝ちですね。いや、うん、安定して勝つことができたんじゃないんでしょうか。さっきまでね、別の武器使ってて、ね、ボコボコ負けたからね。うん、よし、なかなかに良い結果だったと思います。いや、 やっぱローラーが安定して強いな。はい、というわけで10キルの7デスでした。今日はここでおしまいにしたいと思います。お相手はワタピーことガルナでした。それじゃあまたね、バイバイ。はぁ、あ、楽しかった。